何見てるの、ルーミ。お月様。お月様？あ、ほんと綺麗な満月ね。満月で。なんだかロマンチックなことが起こりそうな夜。
ねえ、誰？ねえ、誰？ルミ、プルル。Thank you.
ルーミン、あなたは泣いた顔と怒った顔と笑った顔のどれが好き？笑った顔。そう、じゃあ目をつぶってごらんなさい。目をつぶって、そして心の中で祈るのですよ。いっぱいいっぱい笑った顔が見たい。顔が見たい。パール、ショウちゃん、みんな笑ってた。そう、それは良かったですね。みんな幸せいっぱいなのですね。本当にダメなのですか？パール、逃げないでルーミン。ほら、私だって何もできない泣き虫だけど、ルーミンやみんなと協力してなんとかやってきたじゃない。自信を持ってきっとできるわ。私の大好きな妹だもんね。そうだぜ、おちびちゃん。一生懸命やればできないものはないって。うん、俺たちみんながついてるよ、ルーミン。ルーミン、やる、頑張る。みんなの笑った顔がいっぱい見たいって、お祈りしながら魔法を使ってごらんなさい。きっとうまくいきますよ。
一生懸命やればできないことなんかないのよ。笑った顔がいっぱい見たいってお祈りしながら魔法を使ってごらんなさい。きっとうまくいきますよ。ルミ、寝ぼすけなんだから。どうしました？あ、きっと海ったらね。あ、これは高い山に住むエルフたちが食べる星の雫と呼ばれる花ですよ。どうしてこんなとこに？さあ、そんなのどうだっていいでしょ。それよりルーミーのこと起こさなきゃ。ルーミー起きてよ。ルーミー、ルーミー。いつからそこにいるの？ふと振り返る肩に今ひとつひとつ二つ星が舞い
たちと怖い顔してお話ししてるんだわ。次回フォーチュンクエスト L 謎の地下工場。パールお腹ペコペコだわ。